皆さんこんにちは、佐々木です。今皆さんにご覧いただいている可愛い芋虫たちは茶色コメノコミムシダマシの幼虫、通称ミルワームです。ハムスターなどの小動物や小型爬虫類向けの生き餌として飼育者界隈で愛され続けている人気者です。当チャンネルではミルワームの繁殖を効率化するため、コスパよく最速で成長する餌は何かを追い求めてきました。今回は第3回目の動画にて、餌の食べやすさがミルワームの成長速度に影響するのではというコメントをいただいたので、第3回の餌の種類は同じままで餌を細かく砕くと結果が変わるのかについて検証した様子をお届けします。まずは検証の目的と条件をざっとおさらいします。ざっくり要約すると、いくら消費してもずっと減らないミルワームの飼育環境を作るために、各餌だけで成長したミルワームの大きさを比較して一番早く成長する餌を探してみようという試みです。ちなみにミルワームの基本的な飼育方法については別の動画で紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。今回は餌を細かくして食べやすくする必要があるので、100円ショップですり鉢セットを入手しました。餌は第3回目と同じ種類を使います。まずは過去3回の検証で全て勝利を収めたミルワームの最強餌のふすまです。ふすまは小麦の外皮部分のことで、栄養豊富で床材にも使えるオールラウンダーです。最近は1袋ずつ通販で買うのが面倒くさいので、 Amazon で 5kg まとめて購入しています。ウサギの餌の主原料はアルファルファとチモジーで、どちらも植物性です。デュビアの飼育用に購入しましたが、量が多すぎて余り気味なので早く消化したい今日この頃です。3つ目の餌はパン粉です。検証のために近所のスーパーで購入しましたが、前回はダントツで成長が遅くなるという残念な結果でした。普通にスーパーで売っているので入手性は抜群ですが、栄養価がふすまより劣っているのが惜しい子です。最後はモルモットフードです。原材料はふすまやアルファルファ、トウモロコシ等とふすまとウサギ餌のハイブリッドみたいな立ち位置です。前回はウサギの餌とほぼ同じくらいの成長速度でしたが、細かく砕くことで進化を発揮するか期待しましょう。これらの餌をすり鉢で細かく砕いていきます。王者のふすまさんはハンデとしてそのまま鎮座してもらいました。そろそろ連覇を止めて分からせていきたい。1ヶ月後のミルワームの大きさで成長速度を判断するため、同じ大きさのミルワームを30匹ずつ仕分けしました。役者が揃ったので、ここから1ヶ月間各容器の餌だけで育ててみて、どれだけ大きくなるか見てみましょう。検証を始めてから4週間が経過しました。今日は5月7日、世間はゴールデンウィークの最後の思い出作りに勤しむ中、私はこれから一人でワクワクのミルワームパーティーです。飼育ケースの中からミルワームを1匹ずつ取り出して確認していきます。ちなみに今回は100円ショップの小物入れで飼育をしてみました。小スペースで取り出しやすいので便利です。パッと見て脱皮柄が多く見えるのはふすまとウサギの餌でしょうか。パン粉に関してはほとんど見当たりませんね。投入した30匹を別容器に手作業で移していきます。時間がかかるのでそろそろ自動化したいです。30分ぐらいかけて見つかったミルワームを回収しました。ここから個別に成長具合を比較してみていきましょう。1番手は年賀中のふすまです。今回は30匹投入して1匹も落ちることなく生存しました。やや小さい個体が2匹ほどいますが、全体的にプリプリしていて人間から見ても美味しそうです。さすがの王者の貫禄で安定していますね。前回何匹か星になったのは温度管理に問題があったのかもしれません。2番手はウサギの餌です。パッと見てサイズに少しばらつきがある印象を受けます。
大きい子は襖で育てた子たちと遜色ないですね。小さい子もあと1週間もしたら食べ頃になりそうです。星になって黒くなっている個体は3匹だけでした。前回半分以下しか生存できなかったのでこれは快挙です。3番手はパン粉ですが、これはパッと見ても明らかに小ぶりです。初日に投入した時よりは育っているように見えますが、食べ頃サイズになるまではまだ時間がかかりそうです。パン粉の種類がダメなのか栄養不足なのかは分かりませんが、パン粉を主食にして育てるのは厳しそうですね。最後はモルモットフードです。全員生存しているように見えますが、実は2匹足りません。床材に紛れ込んで見つからないのか、共食いされて跡形もなくなったかわからないので死亡2匹でカウントします。全体的にやや小ぶりの個体が多いようです。大きい個体もいますが、ウサギの餌とトントンか少し小ぶりぐらいです。といった感じで今回はミルワームが爆速で育つ餌の調査の一環として、餌の食べやすさが成長速度に影響するか検証するため、餌を細かく砕いてミルワームに与えてみました。過去の検証の再現も兼ねて第3回目の餌の組み合わせをそのまま流用して検証してみましたが、結果はモルモットフードの順位が微妙に下がったものの、ほとんど第3回目と同じ順位になりました。実際個体の大きさに関しても過去の写真と比べて見た目上はあまり大きな差がないように見えます。なので今回の動画の結論としては、餌の粒の大きさでミルワームの成長速度はあまり変わらないと言えそうです。ただ今回の結果で興味深いのは、前回の検証とは違い黒くなって星になっている個体が少なかったことです。今回の検証で襖は全く加工していないので粒の大きさはあまり関係しないと考えると、やっぱり温度が関係している可能性が非常に高いと思います。飼育温度を安定して変化させる方法が見つかれば、成長速度や星になる確率の検証をしてみたいので、何か良さげな検証方法を思いついた方がいらっしゃればコメントとかでこっそり教えてください。では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば幸いです。